皆さんごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。質問1、日本で発売された iPhone 4S に SIM フリー版はありましたか？2023年4月4日ということなんですが、基本的に現在の製品2021年10月以降は SIM ロックを設定せずにスマホを販売することが義務付けられていますので、2021年10月以降に発売した iPhone を購入した場合は SIM は完全フリーとなっています。また2015年5月以降に発売された機種は設定で SIM ロック解除をすることができます。 SIM ロックを設定で解除できる iPhone は2015年 iPhone 6S、iPhone 6S プラス、2016年 iPhone SE 第1世代、 iPhone 7、 iPhone 7 プラス、2017年 iPhone X、 iPhone 8、 iPhone 8 プラス、2018年 iPhone XS、 iPhone XS Max、 iPhone XR、 2019年 iPhone 11、 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max、 2020年は iPhone SE 第2世代、 iPhone 12、 iPhone 12 mini、 iPhone 12 Pro、 iPhone 12 Pro Max。 これ以降は最初から完全 SIM フリーです。 iPhone SE 3も最初から SIM フリーです。で、問題の iPhone 4S は2015年以前ですので SIM フリーにすることはできません。でもご安心ください。たとえ SIM フリーにできなくても Wi-Fi だけで使うのであれば SIM なしでアプリをインストールすることもできるし、使用することもできます。 SIM を入れないままアプリをインストールしようとすると Apple ID とパスワードを聞いてきますが、基本その2つと Wi-Fi のパスワードを入力すればアプリのインストールはできます。そして SIM を使用しなくてもアプリを使用することは可能です。実は私も先日、ラディコというラジオアプリが iOS13 以上になってしまい、私の持っている iPhone6、中古で5000円で使えなくなってしまいました。そこで仕方なく、ゲオで1500円で買い取ってもらい、iPhone6S を8000円で購入しました。差し引き6500円。購入した iPhone6S は、SIM フリーにはなっていませんでしたが、そのままでも、ラジコをインストールして快適に使えることを確認しました。ちなみに iPhone6S は iOS15 まで対応しています。古い機種はまあこのようなことがあるので割り切って使ってください。ませませ。以上です。